皆さんこんにちは。海洋生物ドルフィン学科2年の大井かすみです。今日はこの子カラーパロットファイヤーのランちゃんと一緒にやっていきたいと思います。ランちゃんができるのはこのターゲットに口先でタッチするという種目です。ランちゃんは4月から入ってきたばかりの子なのでまだ1種目しかできませんが頑張っていきたいと思います。ランちゃんは少し怖がりでトレーニング中もここに隠れてしまいます。それでは早速やっていきたいと思います。水槽にターゲットを入れるとタッチ。ランちゃんすぐにタッチしてくれましたね。タッチをしたらライトを当てて OK やいいねと伝え餌を与えて褒めます。この種目ができるとターゲットを使ってランちゃんを誘導しやってほしい行動を行わせることができます。さっきの場所より少し遠いところに入れてもしっかりタッチしてくれました。よくできたのでたくさん餌をあげます。もう少しトレーニングの様子を見てみましょう。だったでしょうか。ランちゃんは現在ターゲットタッチ以外にもこちらのプラケを使ったトランスポートという技にも挑戦中です。これからもいろんな技に挑戦していきたいと思います。以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。